よ Rolling loud and down 心決めた今すぐにもついて来いよ勝利の女神ならいつも嬉しい味方エンジェルスと巻き起これ嵐エンジェルショット空を突き刺す飛んで散ったテレパシー炎になるのさマシンロボお前には敵はないマシンロボ一秒も無限大目指せラブビクトリーマシンロボお前には敵はないマシンロボ一秒も無限大目指せラブビクトリお前は。アイロンはどこだ。お前たちギャンドラーの一味だな。ドギー何を。邪魔だ。何。何者です。アイロンの娘はお前か。レイナはモアイの村の長パイロンの娘カナリーの身代わりとなってブルジオスに捕まり天空魔城に閉じ込められてしまった。お嬢様。アイロンに伝えておけ。明日の日の出までにハイビードを渡せとな。我々は天空魔城にいる。この娘の命が惜しくは決断は早い方がいいとな。待て。お前は見ずし。どういうことなんでしょう。前に死んだはずなのに。悪魔に魂を打って再び蘇ったのか、それともただの幻覚か。今正体を暴いてやる。レイナを救出に向かったロムたちを待ち受けていたのはブルジオスの妖力によって地獄から蘇りゾンビとなった傭兵コマンダーたちである。ジェットとドリルの援護も阻止され、ロムはブルジオスの罠に落ち、カナリージムと引き離されてしまった。さらばグルジオス魔城決戦。カナリーどこだ。ジム返事をしてくれ。ロム兄さん私はこっちよ。レイナ兄さんこっちこっち。どこ行くんだレイナ。楽でない。お前は誇り高きクロノスの一員なのだぞ。だって怖いものは仕方ないじゃないか。このままだと殺されちゃうよ。うわあ！父さん、エンジンがやられた。撃っても撃ってもヤツが攻撃してくるんだ。うわあ！もうすぐだ。もうすぐで同胞の住む星に着く。それまでの辛抱じゃ。父さん！ダメだよ！もう怖いよ！息子たちよ、心を虚しくしてよく聞くのじゃ。死ぬことは恐ろしい。だが生きるということは、その恐怖に打ち勝っていくということなのじゃ。闇には必ず光が勝つ。死には生が勝たねばならぬ。もし離れ離れになってもそのことを肝に銘じておくのだぞ。
ロム兄さん。レイナ、無事だったのか。何言ってるのよ、兄さんたら。もう俺はこれ以上家族を失いたくないんだ。ありがとう、兄さん。すべてはグルジオスによる意識操作であった。ロムの秘密を探るためにグルジオスはロムの記憶を探ったのだ。面白いものを見せてもらった。こやつこの星のものではなかったのか。権竜梅花風の秘密もそのあたりにあるのかもしれんな。だがそんな力も今日までだ。闇が光に勝つ時もあるということを教えてやろう。ロム兄さん、しっかりして。兄さん、しっかりして。私は大丈夫です。それよりこの空間を脱出するキーワードを早く。はい。ダメです。まだ何の反応もありません。困りましたね。ロム様、どこにいらっしゃるんですか。私のカナリをどこへ連れて行きおった。まさか天空魔城へ連れて行ったのではないだろうな。その通りだ。おのれ。パイロン殿、剣を向ける相手を間違えているのではないですか。戦わねばならぬ相手はあそこにいる。アイロンさんよ、昔は勇敢な戦士だったって言うけど怪しいもんだな。娘さんは自分からあの城に行ってくれたんだ。あの子の方がよっぽど戦士らしいぜ。分かったような口を聞くでない。バトル族の連中だ。怪我をしてるぞ。天空魔城の入り口で罠にはまっちまったんだ。面目ねえ。連中の手当てを頼む。いやこっちもデビルサタン6に襲われて手の出しようがなかった。じゃあロムたちは。まだあの城の中にいるはずだ。かなり。最初から分かっていたのだ。お前の幼稚な芝居があまりに真剣なのでわしも戯れに付き合ったまでのこと。何ですって。ロンはお前のこととなると人が変わることもな。ロンをこの世から抹殺し、パイロンの握るハイリビードもクロノス星も手に入れる一石二鳥の作戦よ。奴らの反応は十分に分析済みだ。お前にはもっと苦しんでもらわなければならん。
今まで散々俺をコケにしよった罰だ。海なんてここにはありませんよ。どこかにあるはずです。俺は負けん。すまん、たとえお前が囚われの身になっていても私はあれを使うことはできないんだ。あれとはやはりハイリビードとやらのことですか？違う、そんなものではない。では一体何なのです？ミニブラックホールだ。え？ブラックホールとは宇宙の謎の一つである。近づくすべてのもの、光さえも飲み込んでしまう恐怖の落とし穴だ。ミニブラックホールは小型といえども
そのエネルギー吸収力は計り知れないものがあるのだ。そんなものを持っているんなら、そいつでギャンドラーの奴らをやっつけちまえばいいじゃないか。お前たちはあれの恐ろしさを知らんのだ。一つ間違うとこの町の存在さえなくなってしまうかもしれんのだぞ。しかしうまくいけばレイナもカナリーも救い出すことができます。夜明けが来ればみんな殺されてしまう。その前に助け出すんです。レイナ、どこだ。返事をしてくれ。お嬢様。レイナ。生きている者の気配がない。まるでここは死者だけの世界のようだ。そんな、じゃあレイナは。大丈夫、レイナはまだ生きている。俺にはそれだけはわかる。たとえ俺が死んでもレイナは死なせやしない。臭い兄弟愛の世界もそれまでだ。全員まとめて死者の世界を送ってやるぞ。やっと出てきたな。レイナをどこにやった。安心しろ、ここにいるわ。兄さん。愛しい兄が苦しみ死んでいく様をたっぷりと楽しむのだ。レイナ、今助けてやるぞ。くらえ。もうわしは以前のわしではない。今までの恨みまとめて返させてもらうぞ。そうはさせん。無駄だと言ったろう。わしはもう昔のわしではないと。死んでいるのか。その通り、生を捨て再び蘇ったのだ。グルジオスは妖力で自らの肉体を不死身と化したのだ。これではたとえ賢竜でもグルジオスを倒す方法はなかった。奴は倒してもすぐに蘇ってくる。どうしたらいいんだ。生きるということは死の恐怖に打ち勝っていくということなのじゃ。ダメだよ、父さん。兄さん、負けないで。レイナ。よくもやったな。水よ、我に力を与えたまえ。ファイルフォーメーション。ロムの意志を受け、天狼が空中で光となると、時を超え次元を超え、ファイルフォーメーションは完成する。バイタン風は地上すべてのエネルギーとシンクロし、自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのだ。バイタン風。バイタン風。ボンバー。やったー。無駄だと言ったろうが。
よ。石板を太陽に向かって投げるんだ。奴らを倒すにはそれしかない。分かった。レイナ。はい。死ぬや。石板はミニブラックホールを封じ込めたものだったのです。もうあれを使うことは二度とないでしょう。そう願いたいものだ。俺たちは先に行くぜ。またいつか会おう。やばい、ありがとう。私羨ましいわ。何が？だってレイナはあんな素敵な兄さんがいるんですもの。なかなかのもんでしょ。なんだって？兄さん最高よ。おこらやめろってば。自ら資料となって戦いを挑んできたグルジオスは次元の彼方へと消えていった。いわば死者と生者、闇と光の戦いであった。ロムは死の恐怖と戦うことにより生きることの大切さを知った。だが本当に生は死に打ち勝ったのだろうか。その答えを出すまでロムたちの旅は続く。負けるなロム。戦え賢竜バイカンフー。デビルズアイランド周回レース、それは男の誇りをかけた死のレースだ。ジープロボ、バイクロボなどたくさんのマシンロボたちが優勝を狙って参加してくる。出るからにはドリルもライバルの一人だ。俺も勝利を目指して突っ走るぜ。次回マシンロボクロノスの大逆襲、死のレースを走り抜け。闇を操り心を蝕む者たちよ、俺は許さん。